はい、こんにちは、ゆうたです。今回も絶対絶命都市4実況続きやっていきましょう。ご覧の通りのありさまです。すごい火事で、もうやじ馬がすごい。っていうかですね、今ちょっと始める前にメニュー見て気づいたんですけど、皆さんご覧ください。右側のね、名前とか書いてるところの、自称、ジェラルド・マッケラン注意って書いてる。これ多分選択肢によって、自分のなんて言うんでしょうね、職業というか、肩書きというか、出るんですね。前コンビニでお前は誰だと言われたんで、僕自称ジェラルド・マッケラン注意と言ったんですが、それがどうやら記録されているようです。じゃあ先に進んでいきましょう。すごいな、こりゃ。いや、どうしたものかだね、本当に。わ、すごいじゃねえよ。写真撮っとこう。この世界の奴らはほんとすぐ写真を撮りたがるな。まあ、この世界に限らずか。うわ、すごいな。すごいな。お、警察。納得していない。ん？何？大丈夫だよ。心配いらないから。何？強い口調。ここは通れません。うわぁ、すごい火だよ、火。やっぱり警察の人たちもね、その被害の状況、この状況をね、全部把握するって、なかなかできないですよね。で、これもう、かっこいいなぁ。火って、見ていたくなりますよね。まあいい。冒険。まあいいか。よくはない。あ、このレストラン入れそうだな。あ、アンジェリーナ！まあ絶対絶命都市でね、あ、名前な、当たったっけな。アンジェリカだったような気がするけど、そんな感じのね、レストランが出てくるんです。それはちょっと、オマージュしているかもしれないですね。いや、ここもでも行く手を塞がれてるな。こういう建物の中には入れなさそうだし。この料理屋さんにはどうでしょう？入れない。わ、なんか、水が滴ってるよ。反応してくれないなぁ。後から入れるようになるんだろうか。なんだこの、気になる。お、買い取り。おー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 おおおお。わカーボーイハット。カーボーイスタイル。あ、時計とかあるじゃん。帽子行きたいな。ちょっとカーボーイハット買っとこうか。時計はつけててもちょっと見えない気がするんだよね。おーい！ちょっとかぶってみよう、かぶってみよう。うさんくささが増すな。マジでお金はね、どれぐらい取っといたらいいかわかんないから、帽子だけでも。ああ。違うな。違うな。ごめんなさい、やっぱりカーボーイの服ももらえませんか。うわ、1万6000、ああ、しました。1万6000もすんの？なんだよ。買っちゃったよ。いかがでしょう。カーボーイが、この大震災が起きたね、街に来ましたよ、皆さん。お、ガラスの窓を見る。大きな衝撃が加わると割れてしまうかもしれん。フラグ立てるな、フラグ。もうすぐ地震が来るってことかな。地震が来るまでちょっとやっぱりこの辺の人たちの様子をね、伺うしかないのか。まあ今までも結構地震っぽいのが起きて、地形が変わってね、先に進めるようになっていたので、
まあ、ちょっと地震発生まで待ってみます。お、この車屋さん入れますね。あ、イベント発生。ゆっくり歩くカーボーイ。車屋さん、なになになに。くそ、繋がらない。ここまで来てたどり着けないとは。ここまで来てたどり着けない。いかがですか桐島様。ダメだ、相馬にも中西にも連絡が取れない。サーバーはどうなってるんだ。いっぱい名前が出てきたな。皆さん、あなたの留守の間もちゃんと会社を守ってくれてますね。社長さんかな。本当に桐島いいんだかな。お、かっこいい。一番信用ならんのだ。いやでも気難しそうだなこの人。とにかく会社はすぐそこだ。何としてもたどり着くさ。ほう、真面目だね。いて、うわ、ぼーっとするな。うわー、やなやつ。いた後とりあえずいたがい。気づ、どうなる。改めて打ち所が悪くて気づいてる。気絶したふりにしてみますか。な、疲られて転ぶやつは所詮その程度ってこと。うわー、なんてこと言うんだよお前。気絶ふりし、気絶するふりしたのに。うわー、プライド高。大丈夫ですか。白いメガネか。まあ、フックンかよ。そんな服。あの方はここから南に行ったところにあるベストラというベストラ IT 企業社長。はあ。事業の方で緊張が続くようで、時として乱暴な態度を。乱暴な態度ね。どうなんでしょう。大変そう。次はあいつを僕の目の前に這いつくばさらせてやる。次はあいつを僕の目の前に這いつくばらせてやる。怒ってんな四代目。まあ、あなたも過激な人。あなたもって言うな。自信だったようですね。いやあ、随分派手にやられました。かわいそうに。ねえ。あなたも気をつけて。おお、優しい。どうも、こちらこそ。カーボーイです。何かないかな。要は次はそのベストラという IT 企業にも行かなきゃいけなくなってくるのかな。どうした？あ、コンタクトレンズ。コンタクトレンズか。探してやるか。そんなとこにあるってか、コンタクトレンズが。ケツの匂い嗅いでるみたいになっちゃった。お。コンタクトレンズはこの辺ではないと思うよ。トイレとかじゃないの？女性客。じゃあこの彼女のコンタクトレンズもね、探してあげなきゃいけないかな。この先はどうなってる？何がある？ああ、やっぱトイレあるよね。女性用トイレ。入れ？ない。紳士だね。いや、男性用トイレに入ってもな、彼女の、ねえ、コンタクトはないでしょ。なんか、このトイレめちゃくちゃ光ってない？え？緑の光が映ってるだけか。はい、便座。全く催していない。やめておこう。音楽、素敵な音楽が鳴るだけなんだ。お、髪型、髪型やっぱりね、四代目はこの髪型が一番似合うと思うよ。
か、なんかカーボーイ姿が。いやー、コンタクト探してあげたいなー。お、事務室のドア。お、開いた開いた開いた開いてた。あんじゃないの？事務室に落としたんじゃないの？お、なんだこいつ。はい。本日は休業か。ロッカーの中にないコンタクト。お、本棚。出た。コンセントの火災。あ、しばらく読んでませんでしたね。ちょっと読んでみようか。あった。コンセントの火災。わー、タコ足写真。一つのコンセントからのタコ足配線や、ホコリの溜まったコンセントは、火災危険度が高い。ヘビーなゲーマーのあなたは複数のゲーム機とディスプレイをタコ足配線で繋いでいないだろうか。またそこにホコリが溜まっていないだろうか。大切なゲーム機とセーブデータ、そして命を守るためにも今すぐコンセント付近を掃除しタコ足配線をやめてほしい。はい、提供元神戸市消防局様よりいただきました。耳が痛いですね。気をつけましょう皆さん。はい、というわけで一生懸命あそこの女性のコンタクトを僕も探したんですが、見つけることができませんでした。次に行きましょう。本当にあるかどうかはわかりません。さてさて。お、お、地震が来た、地震が来た。おお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 。なんで今のこのタイミングでなぜマニュアルを。せっかくいい映像が撮れるのに閲覧する。液状化現象、うん、地震によって砂と土が、土から噴き出すことによって、道路上が泥海になったり、無数のひび割れが路面上に発生したり、地中に埋まっているマンホールなどが地上に飛び出してする現象であると、うん、またその後に、路面倒壊することも埋没することもあるということです。うわぁ。やばっす。これであっち入れるようになったんじゃないの。不謹慎ですが、不謹慎ではございますが、もう入れる入れる。やったー。うわー、かわいそう。あ、イベント発生。かっこいいな。まあ、地震が起きたんだから仕方ないんじゃないですか。割り切ってんなー。そうですよ。こうなっちゃったらどうしようもないですよ。なんかこんな面さっき見た気がする。お二人ともシェフの気持ちを察してあげられないですか。シェフ？何カッコつけてんのよ。お？分かってるの。分かってるんだけど。どうした？そりゃ苦労してやっとの思いで手に入れたんですね。こんな風になったんだから。そういうことか。落ち込むのは分かりますが、これ以上ここにいてもきつい状況だな。そろそろ帰ってもいいですか？ここにいても危ない。そうかもしれないけど言い方があるだろうお前。ん？お？なんだい。見ての通り営業してないよ。冷たい言い方だな。中断させて申し訳ありません。どうぞ続けてください。中断させて申し訳ありません。どうぞ続けてください。なんだこいつ。何を続けるのよこの状況で。確かに。あー、かわいそう。シェフ、もう帰らせてもらってもいいですか。いやー、なんだこいつ。一旦解散します。みんな気をつけて帰ってください。一旦解散の目処がついたら連絡するから、その時はお願いね。営業再開ねえですね。本当にそうだ。いやー、かわいそうだな。ぼちぼちかよ、かわいそうに。あなた、さっき私たちのやり手を見ていた人ね。申し訳ないですが、今日は営業していません。それでもとおっしゃるなら、お、何？あ、売ってくれるの？
チーズのみか。まあ、飯系はいいかな。売ってくれるんだ。うわ、すごいな、こりゃ。ひどいわ。ただ、このレストランに入れたということは、何かがこのレストランにあるっていうことですよね。何があるかな。でも IT 企業にもね、行かなきゃいけないし、なんでわざわざここに通れるんだろう。おお、なんか、うわあ、すげえ、この釜の、再現度。ああ、ピザ食いたいな。パリパリのね、薄皮のやつ美味しいっすよね。なんおろっか。やったぜ。泉。なんだい。こうだ。まあ。また場所によっては斉藤。ああ。ここで警察よしみ。ああ。ああ、なんも書いてないところ。お、コックコート。持っていく。やったぜ。着てみようか。せっかくこのカウボーイハットを買ったけど、これ余計だな。わあ、なんかすげえ料理できそう。すごいなんかうまいパスタ作りそう。なんだこれ。アイテム。お、やったぜ。うわ、決まったね。ああ、こちらのトイレには入らない。一応女性用のトイレには入れないっていう仕様になってんですね。うん、トイレはいいかな。あ、こっちはいいか。あ、で、通り抜けられそう？あ、通り抜けられるんだ。で、先に進めると。何か使えそうなものはないので。わあ、なんかこういうね、ところ、ネズミとかがいそうで、なんか怖いな。なになになに、なんか落ちてきたしね。なんか落ちてきたしね。大丈夫？あ、怖いよ、もう。お、隣のビルに移れた。あ、これで先に進めるといった具合ですね。うん。あ、木製のドア、開けてみよう。はい、はい。なんだここは。向こうにセーブポイントが見える。あ、で、外に出れるんだ。宝飾店。宝飾店か。怖いなぁ。やけにリアルですね、この、歩く音が、何かを踏みつける音が。結構大きい建物だな。暗くてよくわかんないな。ライトを掲げて。すげえ進めんじゃん、ここの建物。うわ、入り組んでる。こっち行ってみよう。うわぁ、なんやねん、なんやねん。包丁。あー、頑張った、頑張った。何語だよ。何？何？うわ、怖っ、怖っ、死体、刺さったナイフ、読んでみよう。この状況下で読むのかよ。
刺さったナイフ、アクション映画なので体に刺さったナイフをその場で抜くシーンがあるが、ナイフに限らず刺さったものは絶対に抜かず、なるべく動かさないようにして医療機関へ搬送すべきである。ほう。刺さったもの自体が、はいはい、線の役割をしていて、出血を止めてくれる場合があり、抜くと 大出血になる場合があるほか、抜くことでさらに血管や内臓などが損傷してしまう。勉強になります。神戸市消防局様からです。いや、笑ってる場合じゃないんだよ。お前なんだよ。うわ、怖っ。お前がやったの？お前がやったの？お前が刺したの？まさか私の宝石を取りに来たの？出た出た出た。いやいや、人殺し、人殺しそうなるわいな。うるさいわね、そんなの知らないわよ。え、ただ私は自分の宝石を集めているだけ、誰にも渡さないわ。かな、よく見ると彼女は怪我をしているようだ。本当だ。お、出してみようか。これ使ってください。使ってください。これを私に。お。こんなことをしても私の宝石はあげないよ。ちょっとね、宝石もらえんじゃねえかなと思ってあげたんですけどね。もらえませんでした。下心は読まれてますね。お、自分でできる応急措置。うわあ。やった、ん、宝石店の錠前、おお、やったぜ。鍵がかかってたのかね、もしかしたら。さっきのところ。これ実はこの宝石女、これもシリーズのね、定番キャラでして、毎回こうやってあの宝石を漁ってるんですよね。出ましょう。あと行ってないところは、こっち側行ってないですね。わあ。なんだここ。あ、なんかアイテムが今一瞬見えたよ。やった。サーファーコンパス。いるか？なぜ？っていう感じですよね。あ、ぐるっと一周してきたかな。開かないのか。あ、で、こっちで、ここが来たところなので、戻ってきましたね。あれ、開かない。いやー、宝石おばさんにも出会えて。鍵がかかっているけど、開けれると。はい。これで出れるんだね。よし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 。うわ、なんか、すごい炎の音。うわ、あ、で、こっち側に出れるんだ。懐中電灯を外しておきましょう。商品。全部持ってかれてる。あ、やっぱりさっきの、宝石女だけじゃなくて、やっぱりこういうね、大災害があると持ってっちゃう人もいるんですね。セーブポイント、はい、それでは切りもいいので、ジュエリー高橋前で一旦お別れしたいと思います。はい、それでは皆さんご視聴ありがとうございました。もしよければ、チャンネル登録高評価などしていただけますと本当にとっても嬉しいです。はい、それではご視聴ありがとうございました。イオダーでした。またね、バイビー。